こんにちは、ネオコトヨミです。今日は種差別っていう動物倫理に関する議論ですね。それについてのマシュマロが来たんで、それを紹介しつつ僕がどう思うのかなって話をしていきます。ちゃんと動物倫理の、例えばピーター・シンガーの著作を見てるわけじゃないんで、話半分に聞いてもらえばいいかなと。で、動物倫理とかから哲学とか倫理学っていうことを学ぶっていうのはすごいいいことだし、身近な問題とか自分たちに関係ある問題として哲学や倫理を考えることができるので、かなり僕はおすすめかなと思います。すごい大事な問題ですしね、これからも。ずっと古代から続いている問題でもあるので、ぜひともこの話は自分の中でホットなうちに紹介したいと思いました。じゃあマシュマロちょっと読んでいきますね。質問失礼いたします。哲学とは少しずれてしまうかもしれませんが、ネオさんは種差別という思想についてどう考えますか？私個人的には人間と動物との間には倫理は成り立たないので根本的に間違っていると思います。またこれを主張する主にヴィーガンの方々は、ヴィーガンっていうのは菜食主義者ですね。イコール、完全にイコールではないんですけども、動物の権利のために菜食を実践するっていう人たちです。肉食べないっていう人です。は、ヴィーガンの方々は人類が他の動物を搾取することに反対しますが、動物は他の動物を無条件に搾取する権利を実質的に有しているので、人間だけが肉食やその他の産業を規制されるのは人類差別的ではないでしょうか。よろしければネオさんの考えを教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。ということで、よく、すごいよく言われる話だとは思うんですよ。こういう動物の権利とか、ヴィーガンっていう人に対する、反論、反発として、人間だけが肉食をあえてしないとかっていうのは人類差別的ではないかって。多分、ヴィーガンの、きちんとしたサイトとか、本を読めば絶対よくある質問みたいなのにこれって絶対入ってると思うんですよ。それに何が書いてあるかっていうのは僕はちょっと覚えてなかったりするんですけど、僕としてはの理解では、まず種差別ってのは、ピーター・シンガーかなっていう、学者の議論、初めて考えたかどうかわからないんですけど、種類によって差別するっていう意味が種差別ですね。例えば人種によって差別するっていうのも種差別だし、動物、その種として違いますよね。例えばコアラと人間とか、コアラとアザラシとかって違うと思うんですけど、そういう種によって差別するって。要するに差別の根拠を種に置くっていうのが種差別、スピーシーズの種ですね、種。で、これなんでこういう議論が成立するかっていうと、だから人種差別っていう言葉が一番わかりやすいように、その黒人とか肌の色とか、黒人、白人、黄色人、白人とか、肌の色によって、モンゴロイドとか、コーカナンとかとかってあるのかな。で、そういう肌の色とか人種によってその差別していいんだっていう根拠にしてたわけですよね、今までって。種が違うから差別していいんだ。ということを言って。だって人種差別っていうのは成り立ったわけです。だけどこれって本来その人種による差別なんて根拠ないよねって話が、だんだん20世紀以降、もっと本当はずっと昔からありますけど、20世紀以降顕著に現れてきたわけですね。なんで人種が違うからってだけで不当な差別をされなきゃいけないんだって。これについて賛成するか反対するか、黒人だからってそれだけで差別されるっておかしいって思うっていうのが今の僕らの常識になりつつありますよね。で、その黒人だから差別されていいんだ、黄色人だから差別されていいんだ、ユダヤ人だから差別されていいんだっていうのは種差別が根拠になってるわけです。じゃあこれがもしおかしいっていうふうに考えるんだとしたら、じゃあその種差別そのものをやっぱなくしていこうっていう話になりますよね。そうすると、じゃあ動物と人間っていうカテゴリーにしたとしても、
人間同士の人種っていうカテゴリーでおかしいと思えるっていうのが、まあ、今の僕らの、まあ、一般的な考え方だよね。あとは男性とか女性とかそういうこと、それも全く同じだよね。じゃあそのカテゴリーをちょっと大きくとって、人間と動物っていう、これ種違うよね。じゃあ種が違うからっていう根拠だけで人間と動物を差別していいのかって話になるんですよ。もし黒人だから、人種が違うから差別していいっていう根拠が、いやそんなのダメだっていうふうになったら、じゃあ人間と動物だって種が違うってだけで差別していいって言ったら、そんなのダメだよって同じ論理にならなきゃおかしいっていう話なんですよ。多分ちょっと間違ってたらごめんなさい、ちょっと間違ってたらコメント欄で至急訂正してください。僕の種差別の理解なんで、これは。だからもし人種差別とか男女差別っていうものをいけないことだな、良くないことだなって考えるんだったら、それと全く同じ構造によって動物を差別するっていうのをもういけないことだって見なさなかったら、それは自己矛盾でしょっていうのが種差別だと思うんですよ。おかしいですよねって。なんか論理が徹底してないですよねって。どっかでなんか、いや動物だからいいみたいな無根拠な、根拠なき判断をしてますよねっていう話なんですよ。これが種差別。だから、なんていうか、人間と動物っていう理由だけで差別をするっていう人は、その人種による差別っていうのも、ある意味では容認しなければならない。そういうことを言ってくる人に対して反論する術を、少なくとも1個失われるっていうことになるんですよ。だから種差別っていう議論はなかなか有効というか、まあ、これだけ議論に値する。もちろんその種差別っていうのが、例えば人間同士間では成り立つかもしれないけど、人間と動物間では成り立たないんだっていうような反論も当然あると思うんだけど、まあでもそういうなんていうかバカバカしい話ではないっていうことは少なくとも言えるかなと思います。でこの人はマシュマロで、まあ人間と動物との間には倫理は成り立たないって言ってるから、だからそういう人間同士だったら倫理は成り立つけれども、だからそういう種差別的な、人種差別とか良くないけれども、人間と動物っていうのは倫理が成り立たないんだから、そういう種差別は適用できないっていう言い方もできるかもしれない。だからそういうのはきちんと議論していかなきゃいけないというか、もうとっくにされてることだと思うから、ぜひとも、そういう動物倫理関係の本を、種差別とか読んでみてほしいなとは思うんですけれども、まあここで、僕の、まあ、考えを一応話すと、まあ、別にこれ僕が正しいとか、なんか、いろんな動物倫理の研究を学んだ結果、なんていうか学説整理とかそういうものでは全くなくて、単純に僕の憶見、思い込みに過ぎないんだけど、まあ、要するに種差別は、まあ、自分が いつ、差別される側に回るか分かんないっていうところが結構あると思うんですよね。だからそういうなんていうか、まあうちのベールのそのなんか権利の保障じゃないけどさなんていうか、そういう自分がたとえ不利な立場に置かれたとしても、なんていうか、それで自分の権利は守られるようにしといた方がいいんじゃないのっていうのが、まあ、まず一つ言えることかな。まあ、ツイッターではね、フィクションの話でね、巨人とか使徒とか、まあ、進撃の巨人、ベルセルク、で意志を持った機械って、まあ、いろいろありそうで、ね、に蹂躙されても、それ種差別。まあ、種が違うから、人間ってのは差別されていいんだって話になりかねないから。まあ、これは、たまたま、なんでフィクションの話だからいまいちピンとこないかもしれないけど、でもそれこそ人種差別っていうのが改めて復活するっていう可能性もあり得るんだよね。うん、あとはその、なんていうのかな、結局根拠がないから、結局はマジョリティとマイノリティ、マジョリティ、人数の強い方、多い方、力の強い方、声の大きい方が勝つみたいな形になっちゃう。それはあんまり、必ずしもいいことじゃないからっていうことだね。それだから、なんというかな、種差別していいみたいなことにはならないのかなと思います。で、まあ、一つ僕がなんというか、これで話したいなと思ったことは、
理性っていうやつですね。人間は理性的動物であるってアリストテレスが言うふうな定義で、これ多分動物倫理とかやってる人はもうなんてひどい定義なんだってあんまりアリストテレスのことよく思ってないと思うんですよね。特にアリストテレスなんか、女性や奴隷には理性がないみたいなことを、子供にも、ね、理性がないみたいなことを言ってるっていう感じのイメージですし、正確にはまあまあちょっと違うんですけどね、まあ、それを今回お話しするんですけど、もうとにかくアリストテレスってのはもう差別主義の元凶みたいな感じで、まあ、あんまりいいイメージ持たれてないと思うんですよ。だからちょっとその辺を、アリストテレスでも意外とこの人間は理性的動物であるっていう定義は意外と僕は冴えてると思ってて、なんていうかその理性を持ってることをアリストテレスはその市民権とか市民としての、権利条件として置いてたんですよ。でその理性を持ってるからこそ、自由と平等が与えられなきゃいけないっていうふうにアリストテレスは政治学とか、まあ、ニコマコス倫理学でも多少言ってるかな、特に政治学で言ってるんですよね。だからある意味ではその根拠として理性を所有しているか否かっていうことをアリストテレスは言ってて、で理性を所有してるんだったら逆に言えば自由や平等っていうのは与えられなかったら不平等だと、うん、不正だと、それは正しいことじゃない、正義だと、正義ではないと言ってるんですね。でこれはアリストテレスは例えば奴隷には理性が全くないとか、女性は理性は持っているが使用を制限されているとか、うまく使えないとか、子供はまだ理性を持ってないから育てなきゃいけないとかっていうふうに言ってて、まあ奴隷制とか容認してるんですけど、ここで、まあ、アリストテレスなんかダメだって言うんじゃなくて、よく読むと奴隷もだって冷静に考えたらさ、奴隷だって理性を持ってなきゃいけないっていうのはもう分かりきってるわけじゃん。でそれはアリストテレスも分かってるのね。ここちゃんと書いてるのがアリストテレス偉くて、奴隷も例えば命令を聞くとかそういうある種の理性は持ってなかったらそれは機能できないっつってるんですよだからなんていうんですかね、その理性的動物っていう定義は意外と僕はセンスがいいと思って、アリストテレスだから奴隷制を容認してるけど、でも理性的動物っていう定義をきちんと考えたらやっぱ奴隷にも権利与えなきゃダメだよねっていう結論にやっぱアリストテレスもなるんですよね。だからそこでアリストテレスはでもまあ奴隷にもなんていうか自由と平等を与えなきゃいけないっていう発想にまでは多分至らなかった。だからでもある種の理性は持っているっていうそのアポリア難題に陥って、そこはきちんとこれはちょっと難しい問題だ的なことをちゃんと書いてるんですよね。そこは本当偉いなと思ってたアリストテレスが。で、まあ、何が言いたいかっていうと、でだんだんさ2500年2400年300年通じてさ、だんだんとその人間同士の権利っていうのはさ拡張されてきたわけじゃん。奴隷っていうのがまず廃止になったりさ、奴隷にも権利を、奴隷が廃止されて、女性にも権利を、で子供にも権利をっていうふうにだんだん発達してるわけじゃん。でそれやっぱ基本線で理性を持った人、人間は理性的動物なんだから、理性を持った人は平等に自由と平等を与えられるべきだって言ってるのっていうアリストテレスの基本線に収まってると思うんですよね。で、人間は理性的動物っていうのがアリストテレスなんだけど、じゃあ理性的動物には自由と平等を与えるべきだっていうふうにちょっと変えると、じゃあそもそも理性を持ってるのって人間だけかって言えるわけですよね。で、これはもう昔から古代の懐疑主義とかが、まあだから人間は理性的動物であるっていう主張に反対して、いや犬だってある種の理性を持ってるよみたいなことをよくもう四六時中それこそ言ったんですよ。なんかこういう三本道があって三サロ三サロ四サロかこうあるから、でなんか獲物を追いかけてると、犬が獲物を追いかけてる、でこの A というところの道の入り口に匂いを嗅いだと、匂いがしないと、で B という真ん中の道で匂いを嗅いだと、で匂いがしなかった、だから犬はこの C 最後の道を確かめもせずにこっちへ走っていくみたいな、本当か嘘かわからない話があるんですけど、だからこれはもし犬に全く理性がなかったらここは匂いをまた確かめて匂いがしたら走っていくだろうと、でもこの犬は A と B、まあ、薬指と中指の道で匂いがしないっていうことを考えたからこっちに
を匂いを確かめもせずにこっちを選んで走っていったって言って、これ本当か嘘か分かんないよ。犬が本当にこういう能力あるか分かんないんだけど、だからそれで、もうそれは、なんていうか、消去法でね、こっちの道に獲物が行ったっていうことが分かってるから、犬もある種の理性を持っているみたいな話がもう古代からあるんですよね。で、そういうことを考えると、もちろん例えばね、高等な哺乳類、イルカとかさ、言語を持ってるとかさ、まあ犬に限らず猫とかさ、まあ何でもいいけどさ、魚にだって例えばエピソード記憶っていう心理学のね、できるみたいな話があるし、だからどこまで理性って言えるのかっていうのが結構今曖昧になってるっていうか、昔ほど自明じゃなくなってるし、いや、いろんな動物も理性を持ってるっていうふうに言えると思うんですよね。で、そこで、まあ、僕はだから、まあ、アリストテレス流に従ってもまだまだ結構通用するんじゃないって思うところがあって、だから理性を持っている存在にはやはりまあ権利、自由と平等っていう権利を与えるべきなんじゃないかなと。で、それをどういうふうに与えるかっていうのはもちろん実践の問題なんだけどね。だから魚に選挙権与えるとかってやっても意味がないわけだよね。だからそれをどういう、例えばまあだからその苦痛を与えないっていうのが、まあ、動物倫理とか、功利主義を、中心にした、動物倫理の基本的な今考え方だね。だから苦しみを感じうる動物に対しては苦しみを与えるべきではないっていうか、苦しみを与えるのは、まあ、その動物の権利というかを蹂躙しているみたいな話をするんだけど、まあ、だからそういうあり方が今後模索されていってもいいのかなと。だから、まあ、今回僕が言いたいのは、意外とアリストテレスもなかなかいいんじゃないっていう話だよね。だからまあ理性みたいなことをやると、もちろん問題はあって、その何て言うのかな、何かの能力を所有しているっていうことが、その自由や権利を与えられる根拠になるんだったら、例えば理性をどう見ても持ってない、例えばまあ病気の人とか障害を抱えている人たちに与える権利の根拠がなくなりますよねって話はもちろんあるから、だからこう理性を持っているっていう定義は悪いんだけれども良 くないって言われてるんだけれども、まあだからその辺はもちろんちゃんとしっかり考えないといけないんだけど、僕のまあ印象としてはこのアリストテレスの定義っていうのはそんなに簡単にダメだねって言えるほど、なんかしょうもなくはないんじゃないかなっていう なかなか俺はアリストテレスは面白いんじゃないかなっていう話をしてみましたね。まあ、今回みたいな理性的動物って話は政治学っていう作品に出てくるので、まあ、興味がある人はぜひ読んでほしいですし、まあ、動物倫理に関しては、まあ、ピーター・シンガーをいきなり読むとかっていうのは結構なんかピンとこないと思うので、まあ、動物の倫理学とか倫理学の入門書っていうのは、教科書っていうのは結構なかなかたくさんあっていいのも多いので、なんか哲学よりかなんか倫理学って学びやすいと思うんですよね。まあ、なんか割とその何が問題になるかっていうのがはっきりしてるし、なんか僕らにも関わる問題だから、なんか哲学の学び方よくわかんないなとかっていう人は動物、まあ動物じゃなくてもいいんだけど、倫理学からやってみるっていうのもいいと思うんで、ぜひぜひ、そういうまあ学び方の学ぶきっかけとして、まあ倫理学とか動物倫理をチョイスするっていうのは一つありかなと思います。はい、ということで今回は、動物倫理のことですかね、種差別とか。で、まあ、それに付随して、まあ、アリストテレスの理性的動物っていうのは、なかなかいいんじゃないのっていう まあ、もちろん、こうした話に関しては批判、いや、何言ってんだっていうことも、当然考えられると思うんで、ぜひぜひ、そういう、まあ、コメント欄でいろんな意見があって、いいと思いますので、ぜひぜひ、感想、コメント、